んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは言い訳する自分をやめるです。言い訳をしている人は自分は正しいことを言っていると正当化していますから、自分が言い訳しているというふうに思っていないように思えますね。でも深い心の中ではどうでしょうか。自分が本当は言い訳ばかりしているっていうことを知っていますよね。それはなぜでしょう。もしあなたがこんな言い訳をしたとします。それは聞いてませんでした、だからわからなかったんですというふうに会社で何か失敗をした時に言ったとしますね。それと同じ言い訳をもし安倍首相がしていたらどう思いますか。あなただけじゃなく世間中がそんな言い訳するなって言うでしょう。つまり地位が高ければ高い人ほど言い訳をしてはいけない、そういうことは見通せ、部下の責任も取れというふうになっているわけですね。ということは逆に言うと、言い訳できるのは地位が低い自分だからなんです。ということは言い訳している限りあなたは高い地位にはいけないということで、それはやはり経済的にもあまり利益をもたらさないということになりますね。ですからできるだけ言い訳をしない方がいいわけです。そして言い訳をしないでちゃんと悪かったことは謝り、そしてさらに良くすることを考える。それが自分の部下がやったことであっても、自分が組織の上としてそれを阻止できるような対策を考える必要があるっていうことですよね。こういうふうにして人は能力を高めていくわけです。ですから言い訳をしている限りあなたは能力を高められないということになりますし、もちろんそういう人を周りの人はあまり歓迎しませんから、人間関係も悪くなるということがあります。その言い訳が本当にひどいものだと性格的にあなたは幼稚と考えられて周りから嫌われますよね。これは困ります。ですからこれを早く直さなければいけません。どうしてこんな言い訳をするようになったんでしょうか。それは子供の頃に親に怒られた時に言い訳をしてわがままを言ったからですね。それがまだ治っていないんです。ですからこの言い訳癖を直すには子供の頃に戻らなくてはいけません。今あなたが大人なのに言い訳をしているということは、あなたは言い訳している時に子供の時使っていた脳を使っているということなんです。ですからこの子供の時に使っていた脳を治すということで、誘導瞑想はいつも6歳の自分をイメージしますよね。今日もこのやり方で治していきましょう。ではいつものように目を閉じて6歳の自分をイメージしてください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに言います。では始めましょう。あなたはいつも言い訳しているよね。それを分かっているけどやめられないんだね。いつでも、だってあの人がこうだから、だってあれがないからと言い訳して、自分が悪いのを認めずに人のせいや環境のせいにしているね。そしてそれを人に責められるとさらに相手を悪者にして謝ろうとしないよね。未来の自分はそれでとても困っているんだよ。いつまでたっても周りに嫌な人がいるんだよ。距離を置かれたり、時には会社でいじめられることもある。それに言い訳ばかりして逃げているから、いつまでも能力が身につかずに他の人が得られているものが自分は得られないんだよ。実力がない上に
悪くても謝らない自分だということが人にバレるのを恐れていると、人が好きになれないし、嫌な人が多いと感じてしまって、人生が面白くなくなってしまったんだよ。人のせいにして言い訳している自分が自分で嫌いなんだ。こんな自分変えたいよね。だからもう言い訳はやめなさい。お父さんお母さんに怒られた時、自分が悪いと認めなさい。お父さんお母さんを悪者にするのはやめなさい。兄弟が悪いというのもやめなさい。それを言い続けても自分の実力がつくわけじゃないし、性格が良くなるわけでもないよ。ただ運が悪くなるだけだよ。あなたが今の状態なのは誰かのせいじゃなく、そうやって言い訳して謝らない傲慢さと、努力してもっと良くしようと思わない自分の怠慢さなんだよ。今の不十分な自分のままでとどまろうとするせいなんだよ。もしあなたがちゃんと謝って自分の悪いところを認め直していったら、あなたはどんどん人に好かれていくよ。人のせいで自分が怒られたなんて言わずに、人の責任も引き受けてもっと良くしていく方法を考えたら、あなたは会社でどんどん上の地位に行けるよ。そしたら人生は面白いということが分かって、あなたはもっと幸せを感じられるよ。未来の自分はあなたがそんな風に成長できるようちゃんと見守っているよ。大丈夫、今からでも遅くない。あなたはきっとちゃんと自分を変えられるよ。